これ全部デジタルです。これはエンジニアがいないとできないんです。まず何を始めるべきだと思いますか？吉川さんのお話聞いていて、あれ俺やってること本質じゃないなってちょっと。どうもこんにちは、仙台リーメンバーの塚木穂です。今日はちょっといつもと違うオフィスに来て撮影をしているんですけれども、で早速もうスペシャルゲストに自己紹介をしていただきたいなというふうに思います。では漆原さん、自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。ウルシステムズの代表取締役会長の漆原と申します。ウルシステムズという会社なんですけれども、ちょうど2000年に立ち上げて今年22年になる会社なんですけれども、まさにこう IT のエンジニアが、エンジニアによるエンジニアのための会社を作りたいということで、エンジニア天国と思って創業した会社なんですね。おかげさまで順調に業績の方も拡大していまして、でイケてるエンジニアが超最高の未来作ろうぜっていうプロジェクトをたくさんやりたい、そんなメンバーが集まる会社です。なのでエンジニアとコンサルティング両方やってる会社ですね。そんな漆原さんに今日は私のような文系の人たち、エンジニア興味ないなとか思ってる人も結構いるんじゃないかなというふうに思っていて、そんな方々にもうお届けしたいお話をしていただきます。事前にお聞きしてたお話だと、その文系でも全然エンジニアを目指せるというふうにお聞きしていて。そうなんですよ。ブルーシステムズも文系の方も全然採用しますよ。で逆に文系か理系かあまり問わず、でもこれからやっぱりこういう IT の技術とかプログラミングとか、あるいはそういうものを使った新しいビジネスを立ち上げるコンサルやりたいっていう若い人たちを来ていただいて、でもある意味こうビッチビチに一緒に鍛える一緒に仕事をするみたいにやると文系理系問わずギューってなりますから。それはね、皆さんたちの若い人たちの吸収力と成長力は素晴らしいなって、それを実感しています。そうなんですね。はい、入社前の技術力とかプログラミングやってましたみたいなのは全然関係ないんですか？もちろんあればあるに越したことはないと思うんですけども、別にないからといって、でもこれからやればいいだけなので、これから皆さんだって30年40年やっていくんですよ。確かに。だから例えば最初に数年先にやってるかどうかより、今からどういう技術を身につけて、でこれからどれだけ伸びるかの方がよっぽど重要なんですね。確かに。はい、エンジニアっていうお仕事がちょっとふわふわしていて、はい、具体的にどういうお仕事なのかなっていうのを教えていただいてもいいですか？はいはい、確かに今エンジニアは大人気で、非常に幅広い仕事を全てエンジニアと言っていると思うんですけども、私たちは特にソフトウェアのプログラミング含めたソフトウェアのエンジニアですね。今日は特にソフトウェアのエンジニアを中心にお話ししたいと思いますけれども、ちょっと皆さんね、ぜひこれからの未来社会ってどうなると思ってますか？未来社会ですか？未来社会ですよ。でそれはほぼ確実にデジタルの技術をどこかで活用してるんですね。今いらっしゃる社会ですら素晴らしく IT で成り立ってるんですよ。だからスマホつながるのって技術でしょ、はい、とか、じゃあ皆さんなんか EC で買い物しますよね、はい、家に届くじゃないですか、はい、不思議だと思いませんか？でもちろんね、人も介在してね、人間が届けてくださったりとかしてますけれども、実はベースにものすごく仕組みを支えている IT があるんですよ。でこれからさらにもっともっと進むんですよね。消費者の方を中心に、例えば医療も変わると思いますし、もうそれこそお店に行かなくたって届けてくれるじゃないですか、っていうような仕組みとか、これ全部デジタルですよ。これはエンジニアがいないとできないんです。確かに確かに確かに。浅い言葉になっちゃいますけど、社会貢献のトップオブトップみたいなとこじゃないですか。確かに。イメージとしてはね、なんかでもどっちかっていうと、なんかみんなが持ってるイメージって、多分文系からエンジニアの場合の話になっちゃうんですけど、結構未経験からでもできるっていうじゃないですか。ただ結局技術力ある人がなんかその難しいこととかちょっと面白そうなことをやっていて、文系から行く人っていうのはあんまりできないから、なんか簡単な仕事だったりとか、どっちかというとつまらないような仕事の方にアサインされてしまうんじゃないかなみたいな不安もあると思ってて、そんなことはあんまりないですか？最初そういう始まり方をするかもしれませんけども、やはりどういう仕事の内容でどれだけ新しい技術をご自身に身につけて成長するかで全然ポジションは変わっていくと思います。特にこの業界は新しい技術がどんどん出てくるんですね。だから今までの
先端やってたから、うん、ずっと強いかって違うんですよ、うん、確かに簡単に言うと下克上ありなんですよ。わかりますか。昔の技術に強い年上の人は、まあ、確かにすごいし、いろんなノウハウを持ちなんですけど、でも新しい技術来た瞬間はみんなイコール、確かに、でこれを先にやって、確かに先に3年やったらやってない年上の人でもズコーンと抜ける。これがねある意味醍醐味ですし面白い。だから最初の差はほぼ誤差なんです。まあ、確かにその後の何十年とかと考えたりとか、新しい技術が入って逆転できるっていうのを考えると、そうです、全然関係ない、はい、実は社会の中でもいわゆる我々がやっている実システム、プロダクションシステムはものすごく広い範囲がありますし、深いんですね。確かに。だからこそ社会に出てから逆に どう勉強してどうスキルを身につけてそれをどう社会にちゃんと提供するかっていう、その技術を身につけている人の方が逆に長期的に続けられますし、だ結果的に伸びるんですよね。うさぎと亀じゃないですけど、要は大学で教えられることってある意味とんがってるところだったり基本的なところっていうのはあるんですけども、そこからないんです。だから基本的にそんなにハンディを文系の方だと言って感じすぎる必要は全くない。ちなみになんか第一ステップとしてまず何を始めるべきだと思いますか？いろんな始まり方があっていいと思うんですよ。例えばなんかあの少しホームページ作りましょうみたいなのとかね、まあ、プログラミングスクールみたいのもあるかもしれませんし、はい、僕からすると世界史とかなんか日本史とかの方がよっぽど難しい、なのでぜひそういうなんかご自身に合った勉強のスタイルとかあると思うんですよね。非常にこう取っかかりやすい世界なんでやってみていただければと思います。で何よりその特にプログラミングは自分で書いてみて動くっていうのが楽しいんです。いや、わかります。まずちょっと楽しさをぜひ実感していただいて。いやー、わかります。なんかこう、はい、ホームページが出たとか、いやわかるな、ここにこんにちはって書いたら、思った通りにできたっていう、これです。どう作ったらいいかを少し知ってる知らないで全く違うんですよ。確かに。だから みんな少なからずちょっとは分かるとか、こういう感覚だよねとか、どこが難しくてどこは普通だよねみたいなのは分かりだすと、とても次のステップが楽しくなるんじゃないかなと思います。トス君が今就職先について悩んでて、はいはい、はいはい、そうなんですか。漆原さんの話聞いていて、あれ俺やってること本質じゃないなってちょっとさっき思って、そうなんですか、悩んでたのがやっぱ最初選ぶときに、まあ、その仕事楽しんでればいいときに、まあ、多分結構どっちも楽しいっちゃ楽しいと思うんですよね、やりきって結果を出すみたいなところでできると思ってて、ただ多分個人的に多分好きなのはこっちなんですよね、多分ただ安定的な家庭を作りそうなのはこっち、だから将来的にちょっと近いのはこっちになりそうなんですけど、今多分好きなのはこっちなんですよ。仕事の内容が好きなのは多分こっちなんですよ。って時ってなんか仕事好きな方を選ぶのか、それとも将来なりたい像に近い方を選ぶのかで言うと、将来なりたい方と今やりたい方は違うんですか？多分こっちの方が簡単になれるというか、行って安定してその将来子供に対してもお金を支払う状態になるし、ただこっちはあんまり失敗する可能性が少ない気がする。ただこっち行くと好きなんですけど失敗する可能性が高い気がするみたいな。失敗する可能性云々は僕には分からないです。はい、僕なら難しい方を選ぶと思います。そもそも、はい、だいたい給料とかは稼げる人になっちゃえば自分で、ね、依存しない、組織にもらってると思うからなんかそこに合わせようってなってるんですけど、技術やってるのは自分で技術を磨いて、自分で稼げるようになるんですよ。で所属してる組織にも貢献するし、引いてはそこのお客さん、その会社のお客さんに貢献できるわけですよね。っていう風になるとある意味どこにいたって稼げるところなんて全然変わらないし、むしろ自分でやっちゃった方が一番稼げるんじゃないみたいな風になるわけ。まあ、職がもちろんだ、ね、一時的に大事ですけど、そこで何が得られて、それはあなた自身がある意味ストレッチしてちゃんと伸びる環境なのかっていう方が大事なんじゃないですかね。いや、おっしゃる通りだと思います。はい、今こんぐらい好きじゃない方に行きたいよ、こんぐらいあって他の方こっちだったんですけど、トントンになりました。一回悩みます。一回持ち帰って、一つの意見として持ち帰らせていただいて、はい、悩もうと思いました。はい、ぜひ考えてみてありがとうございます。はい。
そうですね、私もそれこそ全然もうエンジニアなんて遠い世界みたいな思ってたんですよね、うん、だけど自分で技術を持つことによって社会を変えられるってすごい楽しいなって思ったし、それで自分の作りたい世界が作れるなら、うん、一つのツールとして持っておいて全然そうはないどころか、うん、自分の強みにツールですよ。英語も話せるといいじゃないですか、うん、言語ですもん、言語ですよ。英語最初やるとき何だか分かんない言語ってあるじゃないですか、うんうん、漆原さんに毎週プログラミング勉強会やってるでも絶対やります本当ですか、ペルになりたい、なりたいよね、なりたいです。そうするとすごくこう自由度が増すので、うんはい、ぜひ楽しんでみてください。はい、じゃあ今日は漆原さんに文系でもまあエンジニアとして活躍できるよっていうことと、まあ、ホス君のね、うんまあ、就活相談に持っていただきました自分のね、もう心です選ぶ、そうだ、ね、好きなものを選んでくる、内から出てくるものにね従って選ぶのが良いんじゃないかっていうところの意見をいただいたので持ち帰って考えます。はい、はい、ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さん頑張ってください。頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございます。